皆さんおはようございます。今日もちょこっと前歴やっていきます。さて今日は127青いて白い鏡音10になりますね。今日のメッセージとしては、今日はね、安らかな睡眠を手に入れる日っていうので、今日は皆さんね、ぜひね、睡眠っていうものをね、大事にね、今日はね、しようって言って、夜更かししないはもちろんですけど、ちょっとゆっくり、なんだろう、お湯に浸かってみるとかね、アロマ嗅いでみるとかね、シーツを今日昼間に洗濯して新しくして寝てみるとかね、なんかそういう風にちょっと自分が今日はこういい睡眠が取れるようにされるといいかなっていう。青い手ってね、やっぱり癒しの紋章なんですけど、やっぱりそこに人を癒せる人っていうのは人よりね、傷つきやすさとか持ってたりするんですよね。だから私たちの体って 日頃やっぱり何かしら傷ついてるから、癒すっていうのがやっぱり今日の目的の一つに入るのかなと。金127の有名人いきます。まず最初、堂本剛くんね。堂本剛くんね、すごく優しいでしょ。で、傷つきやすくて、彼もだからちょっとこう精神的なね、病気をちょっと持ってたりとか、だからすごく繊細な人なんですけど、青い手なんで手を使う人なんですよ。だから自分自身で作詞作曲したりとか、ギターをね弾いたりとか、そういったこう自分で何かをするっていうクリエイティブさを持ってるのが青い手なんで、中西玲さん、この方も小説を書いたりとか、あと作詞家なんで、やっぱり物書きなんですよね。すごい有名な方ですけど、あとは平野レミさんね。レミさんも料理するでしょ。で、すごい喋るじゃないですか。青い手の人ってめっちゃ喋るんですよそう、おしゃべりね。実は今日127って、私のマヤ歴の師匠 のマヤンバースデーなんで、マヤ歴の師匠も127番で、皆さんこの今挙げた有名人の皆さんと同じなんですけど、もうそりゃ喋りますよ、ブワーッつってねでね、この127番ってみんなすごく感動し屋さんでね、ノリがいい人、なんですよね。そうね、剛くんとかもそう、傷つきやすいとこあるけど、すごいなんだろう、ノリいいしね。で、平野レミさんもそうでしょ。で、中西玲さんもさ、こうノリが良さそうな、ちょっと楽しそうな感じを持ってて、でうちの師匠ももう本当になんかすごい楽しいしね、常にそう、そういった方々がね、今日はいらっしゃいます。はい、では今日は皆さんは本当にぜひ睡眠ってものを大事にされてみてください。では、それで今日ね、朝目にしたニュースの岡本志音くんの大麻所持で捕まったっていう話と、高岡壮介さんが芸能界引退っていう話をちょっと喋らせていただきました。はい、では今日も聞いてくださりありがとうございます。ではまた。